第5章ベッキー。もちろん一番人気のあるのはセイラだった。その人気のおかげでたくさんお友達ができたが、それはセイラが贅沢なものを持っているためとか、ご自慢の生徒だからというわけではなかった。ラビニアや2、3の少女がとても妬ましく思いながらも、同時に思わず心を惹かれたのはセイラがお話し上手だからであり、またその話がどんなにつまらなくとも、みんないかにも面白い物語のように話すことができたからだった。組にお話し上手なお友達のいたことがある人なら、それがどんなに素晴らしい才能か知っているだろう。お話し上手は男の子だろうと女の子だろうと後ろについて回られ、お話ししてよとせがまれる。その人の周りには友達が丸く集まり、仲のいい子の外側には仲間に入れて聞かせてもらおうとして他の子がくっついてくる。セイラはお話が上手だったばかりでなく、またお話をするのが大好きだった。セイラが丸く集まった少女たちの真ん中に座ったり、立ったりしてお話を始めると、その緑色の目は大きく輝き、頬は美しく赤らむのだった。そして話しながらセイラは夢中になって体を振ったりした。セイラが声を高くしたり低くしたり、その細い体を曲げたり、お芝居でもするように手を動かしたりするので、話も面白くなったり恐ろしくなったりした。セイラはお話ししているうちに聞いている子供たちのことは忘れてしまうのだった。セイラは自分の不思議な物語に出てくる仙女や王様や女王や貴婦人などを実際に見たり、その人たちと一緒に住んだりしたと思うのだった。時々セイラはお話が済んでも興奮のあまり息苦しくなることがあった。そして手をそのドキドキとなっている小さい胸に当てると、自分に笑いかけでもするように微笑むのだった。私お話ししているとそれが作り事だって思えないの。あなたたちよりも教室なんかよりももっと本当のことのような気がしてくるの。私お話の中に出てくる人たちみんなに次々に自分がなるように思うの。おかしいわね。セイラがミンチン先生の学校へ入ってからもう2年ほど経った。ある霧の深い冬の午後のこと、セイラは暖かい毛皮付きビロードのコートに気持ちよくくるまり、自分では気がつかないほど立派ななりで馬車から降り、歩道を横切った。すると一人の汚い子供が階段の手すりの間から大きな目を見開いてセイラを覗こうと首を伸ばしているのを見つけた。セイラはビクビクしながらも一生懸命に自分を見ようとしている顔に気がつくと、いつもの癖でニコッと笑いかけてやった。しかし大切な生徒さんをじろじろ見たりしてはいけないのに、覗いているところを見つかったものだから、その汚い顔と大きな目をした少女は叱られはしないかと怖がっている様子だった。少女はびっくり箱の人形のようにすっと顔を隠すと台所へ逃げ込んでしまった。あんまり急だったので、もしその少女が貧しい惨めななりでなかったら、セイラは思わず笑ってしまうところだった。ちょうどその日の夕方、セイラが友達を集め、いろいろなお話をしていると、さっきの少女がとてもモテそうもないくらい重そうな石炭箱を下げて、恐る恐る入ってきた。暖炉の前の敷物に膝をついて、石炭をくべたり、こぼれ落ちた灰を掃除したりした。少女は、セイラがさっき手すりのところでちらっと見たときよりきれいになってはいたが、まるで怯えているようだった。
生徒たちの方を見たり話を聞いたりしているように思われるのを明らかに恐れているのだった。話の邪魔にならないように音を立てずに石炭を一つずつ用心深く指でつまんでくべたり、ひかき棒でそっとかき分けたりした。しかしセイラはすぐに少女が自分の話にとても興味を持っていて、一言でも聞き漏らすまいとしてわざとゆっくり暖炉の掃除をあちこちやっているのに気がついた。そうわかるとセイラは声を高くして前よりももっとはっきり話をしだした。人魚は緑色の水晶のような海を静かに泳ぎ回り、真珠で編んだ網を後ろに引いていました。王女様は白い岩の上に座って、それを眺めておいでになりました。それは人魚の王子に愛されて、深い海の光り輝く洞窟に一緒に住むようになった王女の不思議な物語だった。小さい女中は非合子の掃除をし、それからもう一度掃除した。二度目が済むと三度目にまた掃除をした。三度目の掃除をしているとき、話の調子に釣り込まれ、自分など話を聞ける身分でないことをついうっかり忘れてしまった。他のこともみんな忘れてしまった。少女は暖炉の前の敷物に膝をついたままペタリと座り込み、ブラシをぼんやりと手にぶら下げていた。話し手の声につれて少女は柔らかな青い光が輝き、純金の敷き詰めてある深い海の曲がりくねった洞窟へと誘い込まれていった。不思議な海藻や花が自分の周りを揺れ動き、遥か彼方からかすかな歌声と音楽がこだましてきた。暖炉掃除のブラシが仕事で荒れた少女の手からポトリと落ちた。その音にラビニアが振り返った。あの子聞いてたのよ、とラビニアが言った。見つけられた少女はブラシをつかむと立ち上がった。驚かされたウサギのように石炭箱を下げると黙って部屋から出て行った。それを見るとセイラは腹が立ってきた。私、あの子が聞いているのは知っていたのよ。でも、なぜ聞いちゃ悪いの？ラビニアは大変気取って頭を振りながら言った。あら、あなたのお母様は、あなたが女中になんかお話しするの、お喜びになるのかもしれないけれど、私のお母様なら、私がそんなことをすれば嫌がるわ。私のお母様ですって。とセイラは妙な顔をしていった。私のお母様ならちっともそんなことを気にかけないと思うわ。お話は誰が聞いてもいいものだっていうことちゃんとご存知だわ。ラビニアは前に聞いたことを思い出して意地悪く言い返した。だけどあなたのお母様はお亡くなりになったんでしょ。どうしてそんなことわかるの？お母様がそんなこと知らないとでも思うの？とセイラはハキハキとした低い声で言った。セイラは怒るとかえって低いがきっぱりした声を出すのだった。セイラのお母様は何でも知っているのよ、とロッティが言った。私のお母様だってミンチン先生の学校にいるときはセイラが私のお母様だけれど、セイラのお母様だって何でも知っているのよ。キラキラ光っている町があるし、ユリのいっぱい咲いている野原があって、みんなが花を摘んでいるのよ。私を寝かせてくれるとき、セイラがそのお話をしてくれるわ。まあ悪い人だこと、天国のことをお話などしたりして、とラビニアはセイラの方を向いていった。聖書の黙示録にはもっと素晴らしいお話があるわ、とセイラは言い返した。少し読んでご覧になるとよろしいわ。
私の言ったことが作り話かどうかわかるから。セイラはとうとう我慢ができなくなって、あなたもっと他の人に親切になさらないと、お話の面白さなんてわからなくってよ。さあロッティ行きましょう。そういうなりセイラは部屋から出て行った。まだその辺にさっきの女中が見つかりはしないかと思ったが、広間でも女中の姿は見当たらなかった。火を起こしに来るあの小さい女の子誰？とその晩セイラはマリエットに尋ねた。マリエットはすぐにいろいろと話してくれた。ああ本当、セイラお嬢様はよく尋ねてくださった。それはついこの頃お勝手の女中に雇われたばかりのかわいそうな子だった。お勝手の女中といっても他のこともみんなするのだった。靴や格子を磨いたり、重い石炭箱を下げて階段を上り下りしたり、床を拭いたり窓をきれいにしたり、誰からも用を言いつけられるのだった。14になるのだが背が低いので12くらいにしか見えない。マリエットもその子を本当にかわいそうに思っていた。しかしとてもおどおどしていて、誰かが話しかけたりするとその怯えたような目はまるで顔から飛び出しそうになるのだった。名前は何て言うの？とテーブルのそばに座り、両手の上に顎を乗せて一生懸命話に聞き入っていたセイラが尋ねた。少女の名はベッキーというのだった。一日中5分おきくらいにみんなが下から、ベッキーこれをしなさい、ベッキーあれをしてと呼びつけられるのをマリエットは聞いていた。マリエットが話を済まして部屋を出て行ってからも、セイラはしばらくの間ベッキーのことを考えながら座って火を見つめていた。セイラはベッキーをいじめられる主人公に仕立てた話を考えた。あの子はご飯を腹いっぱい食べたことが一度もないような気がしてきた。とてもお腹が空いているような目つきをしていた。セイラはもう一度あの少女に会いたいと思った。しかし何度か少女が階段を上り下りして物を運んでいるところを見かけることがあっても、いつもとてもせわしそうだし、それに見られるのをひどく恐れているふうなので話しかけることができなかった。ところが2、3週間たった。前と同じような霧の深い日の午後、セイラが自分の部屋に入った時、とても気の毒な場面にぶつかってしまった。暖炉の前にある特別に作った愛用の安楽椅子にベッキーが腰をかけ、鼻の頭やエプロンには石炭の汚れをつけ、安っぽい小さな頭巾を半分ずり落としそうにし、空の石炭箱はそばに置き、小さいのに無理な仕事を続け、もう我慢ができないほど疲れたというようにぐっすり居眠りをしていた。ベッキーは夜の支度をするために寝室に入ってきたのだ。寝室はたくさんあるので一日中走り回ってきたのだ。そしてセイラの部屋を一番おしまいに残しておいたのだ。その部屋は何の飾りも道具もない他の部屋と違っていた。普通の生徒は必要なものだけしか持ってはいけないことになっていた。しかしセイラの気持ちのいい今は、このお勝手の女中には贅沢な貴婦人の資質のように見えた。本当はきれいな明るい小部屋に過ぎないが、でもそこには絵だの本だのインドから持ってきた珍しいものが置いてあった。ソファーもあれば低い柔らかな椅子もあった。エミリーはまるで宇宙を支配する女神のような姿で椅子に座っているし、いつも火は赤々と燃え、暖炉の格子はピカピカに磨いてあった。ベッキーはこの部屋を午後の仕事の最後に残しておくのだ。
この部屋に入ると気が休まるし、それに誰も他にいないときは、そーっと2、3分ぐらいは柔らかいソファーに座って中を見回すこともできるからだ。そしてこんなにいろいろ見事なものを持っていたり、この間階段の手すりのところで見かけた寒い日には美しい帽子やコートを着て出かけていけるセーラの幸福なことをいつも考えてみるのだった。この日その椅子に座ると、今まで立ち通しに働いて痛くなった足が楽になり、気持ちがあまりいいので体が柔らかくなってしまったのだ。暖かい暖炉で体が気持ちよくぬくもり、うっとりしてきて、赤く燃える石炭を見ていると、しまいにはその汚れた顔にも疲れた微笑みがゆっくりと昇ってきた。まぶたが下がり、やがてぐっすりと眠り込んでしまった。セイラが部屋に入ってきたとき、ベッキーは本当はまだほんの10分くらいしか眠っていなかったが、まるで100年間も眠っていたというお話の森の美女のように深い眠りに落ちていたのだ。しかしベッキーは、かわいそうなベッキーは眠れる美女のように美しくはなかった。ただ見苦しい、いじけて疲れ切ったお勝手の女中としか見えなかった。それに比べてセーラはまるで別世界から来た人のように見えた。この日セーラはダンスの授業があった。ダンスの授業は毎週あるのに、その日に限って学校はお祭りみたいになった。生徒たちは一番上等の服を着た。セーラはダンスが特に上手で、前に出されて踊ることが多かった。そこでマリエットはセーラにできるだけ軽い、きれいな服装をさせるのであった。今日はバラ色の服を着せ、マリエットはその上に本物のつぼみのを買ってきて、花輪を作り、それをセーラの黒い髪に飾りつけた。セーラも新しく面白いダンスを習い、まるで大きなバラ色の蝶々のように部屋の周りを滑ったり飛んだりしたのだ。楽しい運動をしたセーラの顔は明るく幸福そうにほのぼのと蒸気していた。セーラは部屋に入ってくると、2、3歩を蝶のような足取りで踊った。そこにはベッキーが頭巾をずり落として居眠りをしていた。まあかわいそうに、とセーラは見るなりそっと言った。自分の愛用の椅子がこの汚い少女に占領されているのを見ても腹を立てはしなかった。本当はこの少女をそこに見つけて帰って喜んでいたのだった。セーラは自分の作った物語のこのいじめられる主人公が目を覚ましたら話しかけることがやっとできると思った。セーラはそっと近づいて少女を見ながら立っていた。ベッキーはいびきを少しかいていた。自分で目が覚めればいいけれど、起こしたくないわ。でもミンチン先生に見つかればきっと叱られるでしょう。少し待ってみましょう。セーラはテーブルの端に腰をかけ、スラッとした血色のいいバラ色の足をブラブラさせながら、どうするのが一番いいか考えた。こうしている間にミス・アメリアが入ってくるかもしれない。そうしたらベッキーはきっと叱られるだろう。でもこの子、とても疲れているんだわ。そうよ、とても疲れているのよ。ちょうどその時、セーラの心配は燃えている石炭の一塊のおかげでケリがついてしまった。大きな石炭の塊が崩れ、暖炉の灰止めの上に落ちてきたのだ。ベッキーはその音にびっくりし、はっと目を開けると息が止まりそうになった。すっかり居眠りをしてしまっていたのに気がつかなかったのだ。ちょっとの間座って燃える火を見ていた。それなのに
今自分はびっくりしながら美しい生徒を見ている。その生徒はバラ色の鮮魚のような格好をしていて、面白そうな眼差しを注ぎながらすぐそばに座っている。ベッキーは飛び上がると頭巾を押さえた。それが耳のあたりでブラブラするので、慌ててちゃんとまっすぐに直そうとした。さあ大変なことになった。ものすごく叱られるに違いない。こんな美しい人の椅子でずうずうしく居眠りするなんて、お金ももらえずに追い出されるかもしれない。ベッキーは息も詰まるほど大きなすすり泣きの声を出した。ああお嬢様、まあお嬢様、どうぞお許しください。お嬢様、どうぞお嬢様とどもった。セーラはテーブルからぴょいと飛び降りるとベッキーのそばへ近寄っていった。びっくりしなくてもいいのよ、ちっとも構わないわ、とセーラは自分と同じ年頃の少女にでも話しかけるような様子で言った。そんなつもりじゃなかったんですけど、日は暖かいし、それについとてもくたびれていたもんですから、悪い気でしたんじゃないんです、とベッキーが言い訳をした。セーラは気軽に笑いながら手をベッキーの肩に乗せた。疲れていたんでしょ？だからつい居眠りしてしまったのよ。ね。まだ本当に目が覚めていないのね。その時のベッキーの目つきったら、本当にベッキーは今までどんな人の声にだってこんなに美しい親切な響きを聞いたことはなかった。いつも用を言いつけられたり、叱られたり、ぶたれたりしているだけなのだ。それなのにこの人はバラ色の素敵なダンス用のドレスを着て、私がちっとも悪いことなんかしないかのように私の方を見ている。疲れるのが当たり前みたいに、居眠りするのも当たり前だって言うように、肩にかかっている優しいほっそりとした手の感じは今までベッキーが経験したことのない優しいものだった。怒っていらっしゃらないんですか、お嬢様、とベッキーはあやぎながら言った。先生には言わないでくれますか。ええ、もちろん怒ってなんかいないことよ。石炭で汚れたその顔に浮かんでいる悲しそうな怯えた様子を見ると、セーラは我慢できないくらいかわいそうになってきた。すると妙な考えが一つふっとセーラの声に浮かんできた。セーラはベッキーの方に触りながら、だって私たち同じよ。私もあなたと同じような少女だし、私があなたじゃなくて、あなたが私じゃなかったなんて、ほんの偶然なのよ。ベッキーには何のことかさっぱりわからなかった。偶然なんていうことは、誰かが車にひかれるとか、はしごから落ちるとかして病院へ運ばれるような時なんだくらいにしか考えていないベッキーには、セーラのそんなびっくりするような考えがわかるはずはなかった。偶然ですってお嬢様、とベッキーは孫つきながら恐る恐る尋ねた。そうよ、とセーラが答えると、ちょっとの間夢でも見るようにベッキーを眺めた。しかもすぐ前とは違った調子で話し出した。自分の話したことがどういうことなのかベッキーにわからなかったのに気がついたからだ。お仕事はもう済んだの？ここで少しくらいは遊んでいってもいいのでしょう？ベッキーはまた息が詰まりそうになった。ここで？お嬢様、私が？セーラは扉のところに走っていって、開けてあたりを見回し、耳を澄ました。そして、誰もいないわ。寝室の片付けが済んだのなら、少しぐらいいても構わないわね。
ねえねえ、お菓子好きでしょ。それからの10分間はベッキーには夢幻のように思われた。セイラは戸棚を開けて大きなお菓子を出してやった。ベッキーが美味しそうにパクパク食べるのを見て、セイラは嬉しそうにしていた。セイラが話したり、物を尋ねたり、笑ったりしているうちに、ベッキーの怯えた心はやっと少しずつ静まっていった。そしてベッキーはこんなことを聞いてもいいのかしらとためらいながら、一二度勇気を出して尋ねた。その置物と、セイラのバラ色の着物を羨ましそうに眺めながら、ほとんどささやくような声で思い切って聞いてみた。それ、お嬢様の一番いいお着物なんですか？これはね、ダンスの時に着る服の一つなの。私これ好きなのよ。どう？ベッキーはしばらくの間、感嘆のあまり口も聞けなかった。それからおずおずした声で言った。私、いつか公女様を見ました。公園のそばでたくさんの人と通りに立って、オペラへ行く人がいっぱい通るのを見てたんです。そうすると、その中にみんなが見ている方が一人いました。みんな、あれ公女様よって噂していました。体は大きいけれど、まだお若くって、お着物はすっかりピンク色で、やっぱり花をつけてました。お嬢様がそのテーブルに腰掛けているのを見たとき、私、すぐその方のことを思い出しました。お嬢様はその方とそっくりです。セイラは何か考えるように言った。私、時々こんなことを考えてみるの。公女様になってみたいなって。どんな気持ちがするかしら。公女様のつもりになってみようかと思うわ。ベッキーは感心したようにセイラを見つめていたが、前と同じようにセイラの言うことはちっともわからなかった。ベッキーは崇拝に近いような気持ちでセイラを見つめた。セイラはすぐ物思いにふけるのをやめると、また違うことを聞き始めた。ねえ、この間あのお話を聞いてたでしょ？はい、お嬢様。私、立ち聞きのようで悪いと思ったんですけれど、あんまり面白そうだったもんですから、つい我慢ができなくて。ベッキーは少しびっくりしたが、素直に白状した。あなたに聞かせたかったのよ。熱心に聞きたがっている人たちにお話しするのが一番嬉しいものなのよ。なぜだかそのわけはわからないんだけど。ねえ、あのお話の続き聞きたくはない？ベッキーはまたも息が詰まりそうになった。私なんかに聞かせていただけるんですか？生徒さんたちと同じように。王子様のことや、髪に星を飾って笑いながら泳ぎ回っているちっちゃな白い人魚の赤ちゃんのことも？セイラはうなずいた。ええ、でも今はもうその時間がないわね。あなたが何時ごろ私の部屋のお掃除に来るのか教えてくれたら、私なるべくここにいるようにして、おしまいまで毎日少しずつお話ししてあげるわ。とても長いお話よ。そのお話に少しずつ新しいお話をいつも付け加えているからなの。それじゃ、そのお話のことを考えてたら、石炭の箱がいくら重くっても、料理番の人がどんなひどいことをしたって嫌だなんて思わないわ。と、ベッキーは心から嬉しそうに息を弾ませていった。ええ、いいわ。そのお話、みんなあなたにしてあげるわ。ベッキーが下に降りていったときは、重い石炭箱を持たされて、階段をよろけながら登っていた。前のようなベッキーではなかった。ポケットには、セイラにもらったもう一つのお菓子が入っていた。
お腹は満ち足り、体は温かかった。しかし、それはお菓子や火のせいばかりではなかった。何か他のものがベッキーをそんなに温め、満腹にしていたのだ。もちろん、それはセーラだった。ベッキーが行ってしまうと、セーラは自分の好きな座り場所のテーブルの端に腰を下ろした。両足を椅子に乗せ、肘を膝につき、顎を両手に当てた。もし私が公女様だったら、本当の公女様だったら、私みんなに贈り物をまき散らしてあげられるんだけど、でも公女様になったつもりだけでも、みんなに小さなちょっとしたことくらいならしてあげられるわ。例えば今のようなことを。ベッキーはまるで贈り物でももらったように喜んでいたわ。人に何かしてあげることは贈り物をすると同じことだと思わなきゃ。今私一つの贈り物をしたんだわ、とセイラはつぶやいた。